エアコンガンガンです。はい、お父ちゃんはちょっと車椅子をここでは借りてね、中まで入れるから。どう、気持ちいい？最高や。方向です。東関東自動車道です。続いて東京方面です。温泉行くのに東京方面って言われた。そうね、俺たち一瞬ね、行きし、はい、かかってる、あかん、入ってる。東京方面です。ああ大丈夫。およそ600メートル先、合流します。 足悪くしてさ、温泉行ってないでしょ。行ってないね。え、相当ぶりの温泉だよね。でね、2種類あるわけ、個室が。ヒノキと石。でね、どっちの方がいいかなって、久しぶりの温泉だから温泉っぽい感じどっちですかねとかって話してたんだけど、やっぱり足元が石の方が滑りやすいかなっていうから、だからヒノキにした。渋滞です。しょうがないです。ここは大したことありません。ねえ、ここさ改善した方がいいよね。もう何十年も渋滞無理なのか。
はい。はい。こっちです。すいません、遅くなっちゃって。とんでもないです。じゃあ、こちらの方で。はい。受付の方で。はい、わかりました。はい。はい。はい、わかりました。お父ちゃん、これ、待ってね。はい。よし。じゃあ、すいません。はい、よろしくお願いします。よいしょ。そこにスリッパがありますから、スリッパを貼ってください。はーい。音はスリッパいらないね。うん、へー、あれ、はい、向かってこちらの頼朝のお部屋になります。はい、ここですね。ここも入っていいです。車仕事、はい、よいしょ。入れますから、あ、ここは車止めて、うん、ありがとうございます。はい、はい、あ、はい、助かります、はい、どうもありがとうございます。もしも暑かったら冷房入れましょうか。あ、いいですか、はい、閉めて、車椅子の場合はここの駐車場から直接入ってこられる。受付だけは向こう、向こう、さっき受付した場所で、ここがね、貸切風呂になってます。で、私たちが借りたのは、お借りするのは頼朝の湯。ちょっと見せてもらおう。見返り美人の湯。今日はお借りしないんだけど、ちょっとだけ中見せてもらいます。わあ、こっちもこんな感じ、素敵。私たちが借りた方が頼朝の湯です。ちゃんとお風呂バス用椅子も備えてあって、手すりもついてて、エアコンガンガンです。はい、お父ちゃんはちょっと車椅子をここでは借りてね、中まで入れるから。はい、うん、見た？見ない。はい、おトイレもきっちりちゃんとした多目的トイレが綺麗なね。トイレ行く？あ、行く？最初？はいはい、ちょっと待ってね。どう？気持ちいい？最高や。ねえ、ここまでほら車椅子で行けて。綺麗で、ねえ、これ洗い用の椅子もさ、あの足の不自由な人とか、お年寄りがこう楽なようにちょっと背の高い椅子になっててね、その障害者用のバスチェアもあるんだけど、すごーい、いいじゃんいいじゃん。でこっちからお外も出れるよ。あ、お外何なの？お外は感じいいね。温泉宿の、温泉宿じゃない、温泉のおばさんたちも親切でね。この風呂入るだけでいいよね。え？風呂入るだけでね。うん。母ちゃんも入れるんじゃない？そうだよ、入れるよ。だって、貸切露天風呂で、あ、貸切風呂で2000円なの。結構暑いね。いや、ちょうどいいよ。ちょうどいい。うん、すごいじゃん、いいじゃん。綺麗。綺麗なのがいいね。ああ、ね、何しろ綺麗だよ。うん。いや、ここまでさ、うん、車椅子で来れるっていうのは、そうだね。このここまで。遠慮なしに来れるっていうのが、うん、いいよ。うん、
そう、だから、そのさ、お風呂場の入り口までかなと思って聞いたのね、うん、あの浴槽の中まで、あ、浴槽っていうか、浴槽に入るギリギリまで車椅子大丈夫ですかって言ったら、もう全然バリアフリーなんで大丈夫です。だからほら、室内の綺麗な車椅子借りた方がいいなと思ったんで。ああ、そういうのがいいよ。ね。今15分に経過。まだゆっくりできるよ。今25分に経った。今30分ってこと。15分に入ったからここ。あ、向こうになるのか。うん。ここ借りてね、いつまで？1時間とりあえず。でも別に1時間でも2時間でもいいんじゃない？もうほら、な、相当ぶりの温泉ですから、ゆっくり使ってください。結構だよ。ちょうどこれがね、ひじやけになって、ひっくり返なくて済むよね、うんうん、でちゃんと中まで、まあ、このスロープなのに階段とこうね、これのが一番いい、うん、結構入り口まで来れてもさ、うん、中に入れないっていうパターンがあるからね、汗ひどいだと、うんうん、でもこうちゃんと階段があって手すりがあるからバッチリだね。よく言えば、あの先生にはもうちょっと延長してほしい。それいいね。それはいい。足湯なんだ。足湯、お尻濡れてる。寝てないところを座って、足湯すれば。鋸南町最高でしょ、うん、気持ちいいですか。はい、洗面もあってトイレもあるでしょ、ドライヤーもあるし、これこれもで脱衣所。じゃあ、うん、分かった。じゃあ今買ってきちゃうね。よし、振り返る。なんだ、小動物がいるぞ。お猿さんだよ。ほら、猿2匹。猿いいんだ。
いじゃん。